はい、今日はいよいよ引っ越しの日です。ジャン君とポンちゃんは引っ越し作業を前にケージに入ってもらいました。自分から入ったのね。そしてもうちょっとするとお兄さんたちがドヤドヤ来るのでね、目隠しもします。ジャン君、ポンちゃん、大丈夫だよ。ちょっと怖いね。ジャン君の息遣いが荒いね。ポンちゃんは、ポンちゃんは付き添ってる感じだね。大丈夫だよ。はい、緊張してますね、まだジャン君。ポンちゃんが寄り添っているのでまあなんとかなっていますが、ジャン君はやっぱり怖がりですね。ジャン君、ケージの下を開けましたよ。なんかさ、物がないとさ声が響くんだね。そうだね。自然に入っていただきたいので、ここのソフトクレートというやつですね、これを置いておきます。あとはほら、ほらほらほら、ほら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 、枕枕、そのうち外に出るでしょう。引っ越し作業が終わって静かになりましたが、ケージの扉を全開にしてもですね、警戒して二人とも出てきません。ポンちゃんさっきご飯食べに行った。ポンちゃんは度胸があるので、この入り口の外まで出てね、ご飯をいただきました。そしてまた戻ってしまいましたが、ジャン君は何が起きてるかわからないというまんまですね。あとでちょっともう一回撫でに行こう。はい、ポンちゃん。はい、ポン、ポンちゃん。はい、ちゃんくん。はい。広いけどね、ポンちゃんがちょっと足を引きずっています。少し心配ですが、ケージの中で上り下りをした時にどうやらくじいたようですね。よいしょ。はい、ジャン君。ジャン君は警戒しています。はい。はい、で。ちょっと痛いのか。引っ越し先でも足を引きずっているようであれば、君は病院ですよ。そうね、まだ分からないのでね、調べないと。ジャン君、よし、それではですね、ケージを回します。はい、ポンちゃん、
部屋の電気がなくなりますので、こういうことをしています。これは玄関にですね、ちょっと明かりとして作っていたやつですが、それを持ってきています。ジェン君なんで逃げるの？Thank you.
長いこと置いてるから、ガラシで掃除しないと掃除できないと思うから。うんうん。去年の9月から出たんですね。よいしょ。